はい、どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説しようじゃないかといったチャンネルになっておりますので、お時間ある方ぜひ最後まで見ていただければなと思います。ということで今回もやっていこうと思いますけど、今回はですね、浜田省吾さんの歴代アルバムを紐解く浜田省吾歴代アルバム C でございます。そして第12弾になります。ということでね、12弾までやってきたわけでございます。そして悲しいお知らせでございます。今回でね、今回の回をもちまして浜田省吾さんのアルバム誌、終了になります。いやーねー、長いことやってきました。まあ10月の後半ぐらいからね、まあ生まれたところ遠く離れてからですね、ずっとやってきました。2ヶ月ちょいね。そして今回で最終回ということで、すごく非常に悲しいですね。ここまでね、なんか長い道のりだったなと思いますけども、まあ僕もそうですしね、こう見てくださってる方、そしてコメントくださる方の浜田省吾さん愛が強くてですね、もう僕も毎回この企画楽しみにしてました。それでね、とうとう今日で最終回ということで、まあこれからもね、どんどん浜田省吾さんの、あのアルバムに限らずいろんな楽曲も紹介していこうとは思うんですけどもね、ひとまずアルバム誌はここで終わりということでございます。はい、ということで今回紹介するアルバムはですね、旅するソングライター、ジャニーオバソングライターでございます。来ました。はい、ということで今回ね、最初に言っときますけどもね、この動画ね、長くなります。長くなるんで、途中でね、こう聞き流していただいてもいいですし、まあ途中で止めてまた次回見るでもいい、長くなってしまいますんで、ご了承ください。なぜかというとですね、まあこのアルバム非常にね、僕にとって思い入れが深すぎる。そしてね、いろんな最高傑作だと言ってきた浜田省吾さんのアルバムの中で、もう最新アルバムにして最高クオリティ、そしてもうね、なんと言ってももう浜田省吾さんの歴代のキャリアを積んできた中で、ね、仕上がった最高級のアルバムだと思います。まあ、本当にこのお肉とかワインなんかで例えるとあれですけども、熟成され続けて今までいろんな作品を生んできた、最高傑作生んできた浜田省吾さんが頂点に立って、そこで生まれた珠玉の味ということで、これ喋り続けたら 3,4 時間かかっちゃうんじゃないかと思いますけども、今日はギュッとね、まとめましたということで、長くなりますので、ぜひ、最後まで聞いていっていただければと思うんですけども、この動画ではですね、この企画では浜田省吾さんのね、アルバムその概要と、それからですね、僕の好きな曲をピックアップして何曲かをお伝えすると、まあそういった流れになってたんですけども、今回はまあ最終回ということもありましてですね、全曲紹介したいと思います。全曲いく、アルバム曲全曲一曲一曲ね、ちょっとね、紐解いていこうじゃないかということなんですけども、もまあ紐解くといってもですね、一曲についてかなり深掘りしすぎるとですね、かなりもう飲んで時間が何時間あっても足りないのでですね、まあちょっとさらっとですね、まあおさらいしていく程度ではあるんですが、まあ全曲ですね、僕のこの思い出であったりとかですね、歌に込められた歌詞の秘密であったりとか、まあ、いろんなところをね、皆さんと共有していければなと思います。旅するソングライターということで、今回この T シャツを着てでございます。でこの旅するソングライターはですね、まあ、2015年に発売されたんですね。ね、前回紹介したですね、My First Love って、これ2005年なんですよ。だから、10年ぶりのオリジナルアルバムなんですよ。まあ、その前にちょっと Dreamcatcher っていう、まあ、ミニアルバムみたいな出てるんですけどもね。まあ、ただ、まあ、ちゃんとした、まあ、ちゃんとしたって言うとあれだけど、まあ、アルバムとしては、まあ、10年ぶりということでですね、僕的に世代がこのアルバムってドンピシャなんですよ。どういうことかというと、まあ、僕ってこう、2005年って大体その小学生とかだったんですね。で、小学生で浜省を好きになったと。で、それで今までの、アルバムをね、聞いてきたわけですよ。歴代のアルバムをね、生まれたところ遠く離れてとかね、その縁の1秒にもそうだし、まあそのプロミストランドもそう、いろんなアルバムを聴いてきて、あ、小学生だからいいなと思った。そして中学に上がって浜省をどんどん聴くようになってきた。それで、高校に上がって、そして僕が高校になったタイミングで出た唯一のオリジナルアルバムなんですね。だから新曲、浜省の新曲を聴けるっていう意味では、もう僕にとってドンピシャなんですね、世代がね。このアルバムっていうのは、もちろん今までの歴代アルバム大好きですけども、僕にとってやっぱり思い入れが深いんですよ、このアルバムは。僕が本当にリアルタイムで発表されたアルバムということで、まあ、小学生の2005年の My First Love もですね、まあ、僕の世代にね、発売されてるんですけど、やっぱまだ物心がついてないというかね、まあ、物心というかこう、やっぱりこう歌詞を深く読み取る力とかなかったんですね。で、ようやく高校生になって、ある程度こう社会を経験したりとか、まあ、そういったところの中でこのね、旅するソングライター出たということでですね、もう聞きに聞きまくりましたよ。もうね、これでもかっていうぐらい聞きに聞きまくった。まあ本当に僕の珠玉の、もう僕にとってもう本当にもうね、なくてはならないアルバム。まあ今までね、僕の中での最高傑作アルバム何ですかっていろいろ聞かれるんですよ。例えばじゃあサザンのこれとか、 A ちゃんのこれ、長渕のこれとかね、いろいろあるんですけどもね、尾崎のこれとかあるんですけども、やっぱこの旅するソングライターだけは外せないという、まあ本当に思い入れの深いアルバムになっておりますけどもね、そしてまあ
このアルバムの魅力なんといってもですね、もう完成度がめちゃくちゃ高いんですね。名曲をいっぱい紡ぎ出してきた浜田省吾さんがですね、長年のキャリアをね、もうすべてを含めて、それでこのねデビュー何十年も経ってこの最高傑作を出す。だからこれまでのなんだろう、こう熟成された浜田省吾さんの素晴らしい才能というものがですね、熟成しきって最高の味に仕上がったですね、アルバムなんですよね。そしてですね、まあ本当にそのなんだろう、社会批判もそう、社会風刺もそうだしね、恋愛もそうだし、まあその人間な哲学的なもの、いろんな曲たちっていうのがこのアルバムには入ってるんですね。だからこのアルバムってどんな人にも刺さるんですよ。そして今コロナウイルスで大変な世の中になっている、そんな時だからこそですね、ちょっと世の中おかしくねえか、日本おかしくねえかであったりとか、まあ、人間としてどう生きるべきなのかなとか、あんまりこうね気楽にもっと生きていいんじゃねえかとか、まあ、そういったメッセージが非常に長けてるんですね。メッセージとして強いんですよ。僕もねこの T シャツありますけども、映画もやりましたよね、ツアーのね、でそれ僕もね見に行きました。友達にですね、翔吾という友達がいるんですよ。浜田翔吾の翔吾というもうまんま同じ字でね、で親父がね、その人の親父がつけたんですけどね、その友達を一緒に浜翔ファンでね、一緒に映画館見に行ってね、一緒にこの T シャツ買って、ここに名前が入ってというね、素晴らしい思い出でした。本当に、もう最高ですね。でライブなんかもね、やっぱいいんですよね。光の糸からバンバンってモノクロから始まるあの映像の DVD だ、あれもいいんですけどもね。ということで、まあ、今回アルバム紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあ、オリジナルアルバムとしてはですね、まあ、My First Love から、まあ、約10年ぶりということでございまして、長かったんですけどもね。はい、それでですね、このアルバムはですね、まあ、タイトル通り旅するソングライターということで、やっぱ旅をテーマにしてるんですね。で、この旅というのは物質的な旅以外にも、やっぱりこの人生という旅、まあ、そういったところも含まれているという、ね、ことだと思います。で、まあ、旅ということもあってですね、この歌詞カードってあるじゃないですか、CD の。歌詞カードにはですね、まあ、日本語とか中国語、韓国語、英語、スペイン語の5カ国語が表記されているということでですね、まあ本当に旅だなと思います。そしてこのジャケットが素晴らしいですよね。なんかこう背景にですね、まあ富士山があったりとか、エッフェル塔があったりとか、コロッセオがあったりとか、サグラダ・ファミリアがあったりとかね。まあ、本当にこう素晴らしいですね、こう旅をテーマにした、アルバムになってるんですね。で、本当にこのアルバムはですね、まあ本当に旅と言ってるんで、僕もね、旅を何回もしてたわけですよ。まあ今、ちょっとコロナで海外行けないんですけども、よく海外なんかも一人でよく行ってて、で、この時に必ずこの旅するソングライターを聞いて、まあ旅してるんだなっていう感覚をね、なんかこう体感的にこうね、なんか自分の中でこう芽生えさせるというか、そんなことをしてました。このアルバムもっとすごいのがですね、まあ本当にこう今までこうアルバムごとにですね、なんかこうロック色が強かったりとかですね、まあ、内省的な歌詞が強かったりとか、あのなんかこうビーチボーイズ風のオールディーズ風のサウンドが強かったりとか、まあ、そんな特徴があるんですけど、やっぱこのアルバムはね非常にジャンルの幅が広いんですね。例えばですね、まあ、弾き語りのサウンドがあったりとか、まあワルツがあったりとかね、まあワルツってね、永遠のワルツありますけどもね、そしてあとまああのダンスミュージック、ディスコミュージックの音楽があったりとかですね、まあ、非常にねもういろんなね音楽が長けてる。やっぱこれも浜田省吾さんがいろんな音楽をねやってきたことによるこうキャリアとしてのこう最高傑作として現れた、その新ミュージシャンとしてのなんかね、もうその知見がもうね存分に使われてるのかなと思いますけどもね。浜田省吾さん自身はですね、このアルバムに関してですね、あのこう浜田省吾さんイコールロックという概念はもう向こう側に置いて聞いてほしいというふうに言ってるんですね。だからまあ確かにロック、元はロックですよね、浜田省吾さんでね、まあ、ロックが強かった、でみんなこうロックシンガーとしてこうやっぱり浜田省吾さん見てた部分がね少なからずあった。だけどこのアルバムではまあそんなね、あのロック一筋でもロックもすごいけども、それ以外のジャンルの音楽っていうのもですね、もう最高クオリティで出せるんだっていうことをもう体現したアルバムなんですね。ということでですね、一曲一曲、紹介していこうと思いますけどもね。はい、ということで一曲目でございます、光の糸でございますね。はい、来ました、光の糸。はい、もうこれはもう名曲ですよね。いきなりアルバムのね頭を飾る
るのにですねふさわしい楽曲でございます。まあ、本当にこう始まりを歌うファンファーレのようで、まあ、軽快でかつ期待値がどんどん上がっていくような、まあ、そんな音楽になってるんじゃないのかなと思いますけどもね、このドラムのあのダンツ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 ダンというあのドラムのリズムからそしてジャーンと始まる、まあ、ミュージックビデオでも浜田翔吾さんが歌いのギター弾きながら歌ってるあのモノクロの感じがめちゃくちゃかっこいいわけですね。でこう旅が始まったぞっていうような、そんなことを思えてくる曲になっているわけでございますけどもね、光の糸、まあ、タイトルもそうなんですけども、やっぱりこの光の糸っていうのはですね旅をしていく中での出会ってきた人間同士のこの絆のことを言ってる、まあそんな曲のようにも聞こえるし、僕はそれだけじゃなくてこう未来へまっすぐ駆け抜けていくような道しるべ、この旅を通じて未来へとつながる自分自身の道しるべ、希望の道しるべ、まあそんな風にも捉えられることができるんですね。でやっぱりですね、あのねスティーブ・ジョブズの名言でありますよね、コネクティングドッツってね、ドットっていろんな点を打ったり、それがいつか線になって、それが自分のなんかこう将来のものになっていくみたいなね、ありますけども、それと同じなんですよね。いろんなところを旅して、あてもなく旅をしていてですね、いろんな人と出会っていろんな経験をしてきた、それでですねこのいろんな点たちがですねこの光の糸によって結ばれて、そして今の自分自身というものを形取ってる、まさに浜田翔吾さんだと思います。まあ確かに旅とかもね、まあ、いろんな海外に浜田翔吾さんも行かれたんでしょうし、まあ、いろんな音楽もやってきたし、いろんな曲出してきた、いろんなところに点を打ってきて、それがつながってできた、光の糸でつながってできたものがこのアルバムの最高傑作のこのアルバムだというね、まあ、そんなことにも僕聞こえるんですね。で本当にやっぱ歌詞がいいですよね。命の炎を高くかざして道を照らせ、命の炎が燃え尽きるまで友よ共にということで、命が燃え尽きるまで自分の道というものを照らし続けて、自分がまっすぐ旅できるように、自分がもうちゃんと夢、将来の夢や目標に向かってまっすぐ歩けるように、命の炎を高くかざしていくんだという力強いメッセージ、本当にこの歌は力強い、まあ、そういったものがね込められている、まあ、最高傑作でございます。そして次の楽曲でございます、旅するソングライターでございますね。はい、表題曲にもなっておりますけども、まあこのアルバムの中でももう大好きな楽曲でございます。とにかくミュージックビデオなんかもかっこいいんですよね。浜田翔吾さんがこうね、ギターとバッグ持って、僕あのバッグね、あの話変わっちゃうんですけど探しましたもん、あのちょっと深い緑色のねなんかバッグ、あれねなんかでも売ってるんですよね、なんかね売ってるんですけどね、あれをこう片手にやってギター背負ってこうやってね、こうやってこう電車の駅を待っていたりとかですね、船の上に乗ってたりとか、超かっけえじゃんと思ってね、こんな年の取り方したいななんて思いましたけども、この曲がまたいいんですよね。ロンドン、パリ、ニューヨークシティ、札幌、博多、どこに至って君を思ってるという歌詞なんですね。まあ僕もロンドンも行ったし、パリも行ったし、札幌も行った、博多も行った、じゃあニューヨークシティだけ僕まだ行ってないんだなってこう思ったりするんですね。でやっぱりこの曲、僕はやっぱね旅をするときに必ず聞くんですね。このね、あの好きな歌詞がですね、やっぱナイスガイってタイプの人生規範から見事に外れて、曇り土砂降りの快晴という歌詞ですね。まあ僕もですね、まあ本当にこうなんかナイスガイと言われるような人生じゃなかったんですね。まあモテないとかね、いろいろこうなんか恋愛面においてもですね、なかなかこう日の目を見ないことが多かった。で人生においてもなかなか成功体験ってないんですよ。まあまだお前は若造だから何も世の中のこと分かってないっていうふうに思われるかもしれないんですけども、まあ僕って結構基本的にやっぱ平均値以下のことだったんですね。あの人生が多かったんですよ。でそんな中でね、やっぱこの歌詞って非常に刺さるんですよ。ナイスガイってタイプのこの成功者と言われるような人生規範からすごい僕も外れたと、なんかこうなんか自分って何なんだろうって迷ったりするけども、でも、ね、旅を続けていけば曇りもあれば土砂降りもある、そしてその後に必ず晴れると、まあ、そんなメッセージとして僕は捉えてるわけなんですね。そしてもう一つ好きな歌詞があるんですね。最後は空に手を伸ばし、慈愛と許しを請うかも、浅い夢が終わるときにということでね、夢を見て何か成し遂げようと挑戦していくときに、失敗するかもしれないね、やっぱりこう必ずね、なんか何かを成し遂げるためには失敗というものはつきもんで、失敗するかもしれない、そして、慈愛のもとにですね、天にこう許しを請うかもしれない、だけど、やっぱりこの失敗を恐れていればですね、旅は続かないんだと。やっぱ旅するためにはこうやっぱ自分がこう飢えてしまったりとか、悲しい思いをすることも必ずある、まあ、ホームシックになることもある、だけどそれでもやっぱりこう旅を続ける意味っていうのは、自分のより良い未来を切り開いていくために大切なことなんじゃないかと、まあ、そんなことをこの旅というものを通してですね、人生のこう哲学というものをですねここで語ってるんですね。だから非常にこの楽曲すごく好きなんですね。あの僕もね、これ私事になって大変申し訳ないんですけどもね、一人であのインドに行ったんですね。
まあ、2年ぐらい前、二十歳ぐらいの時に一人でインドに行ったわけです。こう、なんか当てもなく。その時にやっぱこの曲をですね、聴いてたんですね。なんかインドってやっぱりこう、なんか一人ですね、初めて一人で海外行く時にインドだったんですね。いきなりインドかよ、みたいな感じで僕もいろいろ、あれだったんですけど、まあ僕も行っちゃえと思いまして、なんかこう自分自身なんか、生きてる意味だったりとか、何のために生きてるんだろうとか、そういったことに結構迷ってた時期でもあって、そこでちょっと海外行ってみようということで、この旅するソングライターをね、聴きながらですね、インドの街を歩いてたんですよ。そしてやっぱインドってこうやっぱ治安がいいとこもあれば悪いとこもある。そしてやっぱり最後はこう騙されて失敗してしまうかもしれないとか、一人の初めての海外旅行で、危険な目に遭うかもしれないとか、まあそんなことを思って、ビビりながら歩いてたんです。でもやっぱこの曲を聴くとですね、どんどんねこう道を開けていけるんですね。どんどん怖いものなんかなくなっていくんですよ。インドのですねスラム街をこう歩きながら、いつ何か襲われるかもしれないという恐怖もありながら、ただそれを恐れていたらですね、なかなかこの旅というものに自分の満足度というものが現れないんじゃないかと、まあそういう風に僕は思ったんですね。でこの曲を聴いて、やっぱこの歌詞を聴くときに、最後はこう空に手を伸ばして、負けてしまうかもしれない、何か悪いことが起こるかもしれない、だけど必ず僕はこの旅をする意味というものを見つけるためにですね、どんどん歩いていこうと、まあそんな気持ちになったわけなんですね。はい、ということでですね、でやっぱりこの旅するソングライターだから、ソングライターですよね。で僕もやっぱソングライターと言いますか、まあ自分で音楽を作って、人前で歌うということをやっていて、まあミュージシャンと言えるほどなんか大したことないんですけど、まあだけどやっぱ音楽やってるだけあってですね、やっぱりすごく共感できるんですね。やっぱこう人生の旅ですよね。物理的な旅もそうだし、人生の旅、これからミュージシャン、まあ音楽、まあ芸能活動をやっていく上で、上を目指していく上でですね、まあ必ず失敗もある、挫折もある。だけどこの曲を聴くとですね、やっぱりその挫折もつきもので、だけど自分のね、やりたいこととか、なりたい姿というものを想像して、旅することの大切さ、まあそんなことを歌ってくれてるのかなと思います。ということでね、もうまだ2曲目でこんな時間食ってますけどもね、はい、もうどんどん行こうと思います。きっと明日でございますけどもね、この歌詞もですね、まあ非常にこれも難解じゃないかなと思うんですね。やっぱりこのきっと明日もですね、まあちょっとですね、ラブソングなんですけども、まあ深い意味があるんですよ。まあどういう意味かというとですね、まあこう波乱万丈な恋をしてきた、主人公がいましてね、そしてこうなんかこうね、歌詞にもあります通り、こう肌を重ねた後に、なんかこのままでいいのかなというか、本当にこの人のことを好きで入れるのかな私みたいな、でこうなんかこう人間関係をやっていく上で、こうなかなかこう素直な恋心とか素直な気持ちってなかなかですね、分かってはいるんだけど、相手に伝えることって難しいじゃないですかね。本当に一緒にいたい人なのかなとかね、もっとわがまま言ってもいいのかなとか、やっぱりこうどっかしら気使っていくのが人間ですよね。でこうやっぱ自分が傷つかないように、そして誰も傷つけないように、この歌の主人公は生きてきたんですね。自分を殺すじゃないですけど、素直になれずにね。で、ここで、歌詞の中でですね、罪のない世界に生きるなら一人がいいということを言ってますけども、この罪のない世界ってどういうことかというと、こう、誰も傷つけずにハッピーでいることのことなんですね。だから、やっぱりこう、人とね、関わっていく中で、誰かを傷つけてしまうということは、これはしょうがないことなんですね。まあ、どうしようもないことなんですよ。誰も傷つけたくないのであれば、一人でいるしかないということの表れだと思います。そして、嘘のない言葉を声に出すこともないというね、歌詞がありますけども、嘘のない言葉っていうのは正直に生きていくことの難しさだというふうに思います。だからですね、でこの歌の主人公はまあ道化ですよね。まあ道化をお道化を演じながら、素直な自分の声にですね、耳を傾けずに生きてきた主人公だと思うんですね。それでまあそこをですね、浜田省吾さんが着眼点として持ちまして、この歌を発表したのかなと思いますけども、でこう生きていく上で誰かを傷つけてしまうのはしょうがないし、誰かとね、愛の名のもとに一緒に生活するのであれば、嘘は必ず必要になってくる、どっかしら嘘もつかなきゃいけない、人間関係の複雑なね、ちょっとした難しさみたいなところを言っているのかなと思いますけども、そしてですね、きっと明日、君は目の周りを黒く塗って、そして本当の自分の価値に気づいて、で本当のね、自分を素直に表現できる、で自分の世界と、自分のが重なる日が必ず来るんだという、まあ、歌詞だと思うんですね。きっと明日って、きっと明日は自分の素直な心というもの
ものが出せる。そしてそれは誰かを傷つけてしまうかもしれない。でもそれも含めて人間としての価値なんだよということで、それで本当に自分の価値というものにわからないまま人に気ばっか使ってきた主人公が、きっと明日必ず君は自分の価値に気づいて、そして自分はわがままでもいいじゃないか、自分がやりたいように生きていいんじゃないか、そんなことでですね、こうやっぱりもう今まで気使ってきておどけを演じてきたけども、もっと素直になってもいいんじゃないか、傷つけずに生きるのは無理だと、人のことを傷つけないで生きるのは無理だと、そのためにね、どれだけおどけを演じたりとか、どれだけ自分を殺して相手に気を使っていたとしても、やっぱり自分の本当の素直な心というものには逆らえない。だからこそきっと明日君はちゃんと自分の価値というものを表現できるようになるよと、まあ、そんなことがですね、まあ、歌われてるのかなと思います。はい、続いてマグノリアの小道でございますけどもね、マグノリアの小道、このアルバムの中でもうかなり大好きな、楽曲になるわけでございますけどもね、まあ、このね、マグノリアってそもそもあの何かというと、日本語で言うとこの木蓮の花なんですね。木蓮花というかね、まあ、その花なんですね、マグノリアって。アメリカで英語なんかでマグノリアって言ったりするらしいんですけども、まあ、マグノリアってこう花言葉はですね、自然への愛とかですね、まあ、壮大とかですね、華麗とか、まあ、そんなことを表現していてですね、さっきの、きっと明日という楽曲、じゃないですけど、やっぱりこの素直に生きていいんだよということが非常にこのメッセージとしてあるということでございますけどもね、やっぱりこの歌詞がいいんですね。低い雲間に一筋の光の帯、山並み照らしてる、二人で旅に出よう、トスカーナに行こう、ね、もうここでいきなりおしゃれってなりますよね。なんかこの MV もありますけど、こうヨーロッパのね、なんかこう自然の風景でギターを弾いて歌ってる浜田省吾さんが非常に絵になるんですけども、まあ、トスカーナってイタリアにあるトスカーナ地域でございますけどもね。そして通りのカフェテラスで君を口説こう、木蓮の花の下で踊ろう、夕暮れの淡い闇に紛れてそっとキスしよう、それを君が許してくれるならということなんですけども、ここで言ってるのって、もっと自由でいいんだ、もっと自分のままでいいんだ、ありのままでいいんだ。で、そのありのままって、ありのままってなかなかこうなんか難しいと思うんですけども、こうやって素敵なカフェのね、通りのカフェテラスで君のことを口説くっていうことであったりとか、ね、夕暮れの淡い闇に紛れてちょっとキスをするとか、そしてまああとパンと入りたてのコーヒーベッドに運んであげるとかね、そういったささやかな絵になるような幸せですよね。それってちっちゃい幸せじゃんって思うかもしれないですけど、これってでも自由を表してると思うんですよ。だからささやかな自由とか小さな幸せ、そんな自由や幸せっていうのを誰もが求めてる、小さな幸せを追いかけていいんじゃないかということ、もっとありのまま自分のね、小さな幸せ、こんな時にときめくんだろうなとか、そういった小さな幸せを、どん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 こう追いかけていっていいんじゃないかと、まあ、そんなことが歌われてると思うんですね。で、やっぱり特に僕の好きな歌詞はね、自由は思っているほど危険な夢じゃないという歌詞があってですね、そういった小さな夢であったりとか小さな幸せっていうものも、思ってる以上にこう怖いことじゃないと、まあ、その小さな幸せだけじゃなくて大きなこともそうなんですけど、自由に生きるって、なかなかねこう難しいと思ってるんですよ。やっぱりこう責任があって、こう何かに縛られないとなかなかこう、自分のね人生難しいなって思ってる方多いと思うんですけど、自由に生きるって意外と簡単だよというふうにここでは言ってるんですね。だから非常にこの歌詞は僕はとても大好きなんですね。この、風を感じてなんかでもこう自由に生きていく方法なんて100通りだってあるさって言ってますけど、浜田省吾さんってこう自由というものを結構こう使ったりするんですね、歌詞の中で。だからこうなんかこうなんか解放された気分になるんですね、あ、俺ももっと自由でいいんだとか、もっとこういうふうにねベッドにこうね好きな女の子がコーヒーとパンを運んでくれる、まあ、こんな小さな描写だけども、それらをもう追い求めていいんだ、そういう小さな幸せを感じてもいいんだというようなことを、なんかちょっと日常のイライラしたりとかこうね、騒がしい日常というものの中ではなかなか気づきにくい小さな幸せというものをですね、もっとふんだんに自分で求めていいんだ、そして自由に生きていいんだ、その自由というのはね危険な夢じゃないんだと、まあ、そんなことを言ってる楽曲かなと思います。まあ、音楽性としても非常にですね、ちょっと洋楽チックな感じもあってですね、なんかちょっとこうこれもなんかこうウォールオブサウンドじゃないですけどね、非常にこう重厚な、音圧でこう聴けるっていうね、非常にかっこいい楽曲になっております。続いて美しい人よでございます。この楽曲も非常にいいんですね、なんていうかこうロマンティックなメロディーということでですね、なんか美しい人よっていうね、湖のほとり歩くっていう、まあ、すごくこうなんか情景描写が豊かな楽曲になっていましてですね、非常にこうロマンティックなんですね、なんか例えば最後のキスとかね、浜田省吾さんのああいうですね、こうちょっとなんかこうロマンチックで大人の世界というものをですね、描いてる、まあ、そんな楽曲なんですね。音楽性もちょっと大人のなんていうのかな、大人のバラード、大人向けのバラードっていうか、大人のなんか色気が漂う楽曲になっていまして、美しい人よって、美しい人よってね、この人よってね一夜って書くんですね、まあここの一夜ってね、このありますけど一夜って書くんですけど、僕最初美しい人よっ
って言うから、この人よの人、人間の人よだと思ってたりするしたんですけどね。まあそんなことはいいんですけども、まあ本当に美しいメロディーと美しいアレンジというものがね、非常に効いてるんですね。ね、僕もあのね、湖のほとり歩くっていうこの美しい人よという歌詞、歌を聴きながらですね、井の頭公園のですね、ベンチに座って井の頭池っていう、ね、池があって、そこの夕暮れの中眺めながら、この楽曲を聞きながらですね、コーヒーを買って飲むっていうのが、非常に僕の中のこう気取りタイムといいますか、恍惚感芽生える時間になっていてですね、この曲といったら僕の中では井の頭公園みたいなね、そんなのがあるんですけどもね、誰も、パンと入りたてのコーヒーを運んできてくれる人はいないけど、いつか僕がこの公園で見るこの美しい人よ、こうあの湖を見ながらこう眺めて公園のベンチでコーヒーを飲んでいる時のこの横にいつか必ず美しい誰かがいてくれればいいなと、まあ、そんな願いを込めながら聞いてるんですね。はい、ということでですね、これあのね、あと歌詞にですね、遠くに夏祭りの花火の音響くっていうね、あれはいつ人波の中見失った君をずっと探して、まあ、そんな歌詞があったりとかするんですけども、この歌詞もですね、前作の My First Love のね、花火という楽曲、あれにこう通じてくる部分っていうのがあるらしいんですよ。まあ、ただこの美しい人よじゃなくてね、まあ、後々ご紹介するんですけども、5月の絵画という曲、まあ、そっちの方が非常に前作の My First Love に入っている花火とのつながりという意味では理解しやすいのかなと思うので、そちらで詳しく話していこうと思います。はい、続いてサンシャインクリスマスです。はい、これもですね、クリスマスソング特集みたいなので僕はちょっとちらっと話した気がするんですけどもね、非常にこれもかっこいいですね。これもなんかちょっと洋楽な、まあどっちかって言ったら60年代の洋楽っぽいところもあるんですけども、それと同時にやっぱ新しさというものもこう同時に出てくる、最高のクリスマスソングかなと思います。まあ数ある浜田省吾さんのクリスマスソングの中でも僕はこれトップだと思ってるんですけどね。本当にこれもね、まあちょっと歌詞としてはですね、まあその冴えない去年も一昨年も、冴えない男としてなんかこう女の子とね、彼女ができなくて、それで一人でクリスマスを過ごしていた。だけど今年は違う、君が横にいてくれる、こんな不思議な感覚ってなんだろうっていうね、ちょっとハッピーな楽曲なんですね。でもなんか去年も一昨年もその前の年も映画館で一人ビール飲んでたクリスマスデイズっていうね、歌詞ありますけど、それを浜田省吾さんがなんかね、一人で映画館で浜省が、ね、ビール飲んで映画館で見てるっていうだけで、これだけでなんか、もう別になんかそれだけでなんか絵になるじゃないですか。なんかね、そういうのもかっこいいんですね。なんか僕なんかが、映画館でビール飲んでたら、ただのね、ただの男がビール飲んでただけなんですけど、浜翔がこれを歌うとめちゃくちゃ似合うんですね。続いてですね、5月の絵画でございます。来ましたね、問題作でございますけどもね、これも非常にこうなんかアコースティックな感じというかですね、非常にこうなんか、ちょっとやっぱカフェテリアで聞きたいような、なんかちょっと まろやかなですね音楽性というものが特徴なんですけども、この楽曲はですね、まあ、ちょっとですね、前作のね、My First Loveというアルバムに収録されています花火という楽曲からちょっとなんか物語として続いてるんじゃないかという、まあそんな意見が結構あったりするんですけどもね、まあこれどういうことかというと、まあ前作のマイファーストラブの動画見ていただければと思うんですけども、まあ僕は一応花火という曲は2個歌詞の意味をですね2通り考えたんですけども、まあ1通りは主人公の男性が死んだ、もう1人は主人公の男性が家族を捨てて出ていった。でこの5月の絵画という楽曲に通じて考えるのであれば、主人公の男性が花火という楽曲で家族を捨てていったという描写なんですね。でそこからこの楽曲、この5月の絵画に通じてくるということでございますけども、歌詞の中にあれは君15の春涙浮かべて家を出る俺を許さず、唇噛んでた、という歌詞があってですね、この15の春で花火の歌では、5年が経ってもう娘は20歳になるという歌詞があるんですね。だからこの15のあれは15の春出ていった15の春というのが、リンクするんですよね。花火の歌詞に出てくる、主人公の娘さんと、この楽曲5月の絵画に出てくる主人公が歌っている、あれは君が15の春、だから娘に向けた楽曲なんじゃないのかなというふうに思うんですね。だから15の春ってこの年齢がね、まさにこの花火という楽曲と5月の絵画という楽曲でリンクするわけなんですね。また会えるよねって君、その言葉許すって意味かなっていう歌詞があるんですけど、これもですねちょっと悲しいんですけども、家を出ていった主人公のね、お父さんがですね、まあその娘にね、また会えるって娘さんがこう言ってきたんでしょうね。それでそれの言葉は許すってことかな、また会えるなら許すって、まあちょっと悲しい世界観ではあるんですけどもね。最後の歌詞にですね、笑顔の君の前にという歌詞があるんですよ。でこの君というのは、今まで君ってこの君で書かれてたんです。君ってこの You and Me の君で書かれたんですけども、最後の出てくる歌詞の君っていう言葉が
娘という漢字が書かれてるんですよ。ってことは花火の中に出てくる主人公の娘さん、そしてこの5月の絵画で娘さんに向けて歌っているということで、ここでなんか一致できるんじゃないのかということでですね、この10年越しにですね楽曲との関係性というものをリンクさせる浜田省吾さんの、なんというか脚本力というかストーリー性というのが非常に高いんですね。曲2つの曲っていうのは類似点があって、前作とですね、この旅するソングライター2つで楽しめちゃうっていうのが魅力なんですね。物語がつながっているということなんですね。非常にこれもね、いい曲になっております。はい、ということでね、もうどんどんね喋っていきます。長くなっちゃいますね。このアルバムは本当全曲っていうとね、はい、続いて瓶に詰めたラブレターでございますけどもね、大好きな楽曲でございますけどもね、これも非常にこう陽気な感じでいいですよね。なんかちょっと陽気なサウンドというか、ちょっと明るいポップな感じがね非常に特徴でいいんですけどもね、この歌の世界観としてはですね、素直に君の好きな人がいてね、その君のことを好きだと素直に言えないで、君が寂しそうにしているところに惹かれたんだと、君がちょっとうつむいていたりとか、ちょっと悲しい顔をするところに惹かれた、それで、なんとなくラブレター書いてみて、ね、みたいな、ね、それでこう君にあの時ちょっと照れて恥ずかしかったけどなみたいな、なんかそんなことを思い出してる楽曲なんですよね。このラブレター書いていた時に、あの時の僕はちょっとおかしかったと、なんかこうちょっと壊れていたりとか、誰とも会いたくなかったりとか、誰とも話したくない、まあそんだけ心を閉ざしていた、だけど目の前にそんな中で現れた君がいて、そして君に向けてラブレターを書いた、でもそれは君破られちゃったかなとかね、あの時はちょっと恥ずかしかったなみたいな、そんな思い出を描いてる楽曲なんですけども、まあこれって僕思うんですけど、やっぱりそのミュージシャンとしての浜田省吾さんですね、ソングライターとしての浜田省吾さんを映してるんじゃないかと思いますけども、まあこのラブレターってね手紙なんですけど、これって歌のことを言ってるんじゃないかと思うんですよね。歌を書くことに通ずることじゃないのかなと思いますけども、まあ様々なラブソングをねこれまで浜田省吾さん書いてきましたけどもね、でそんな中でですね、あの時まあその人と会いたくない時もあった、もちろんそれこそ90年代とかのね浜田省吾さんがちょっとなんかね内省的になった時とかね、あんな中でラブレター書いてきて、で今こうね2015年で振り返ってみると、あの時はちょっとなんか俺どうにかしてたなみたいなところがこうちょっと自分の中でもこうなんか、思い出として出てきてね、昔の浜田省吾さんの歌というものをラブレターにこうなんか紐付けて歌ってるのかなと思うんですけどもね、後半の歌詞でですね、君もいつかはねそのラブレター書きたくなるよみたいなことをね、メッセージとして伝えてるんですよね。でこのメッセージもですね、なんかこう素敵な人に出会って思いを歌にする時が君にも必ず来るだろうということをですね僕に言われてる気がするんですね。歌詞でですね、君だっていつかはまるで独り言のようなラブレター書きたくなるような人に出会うとき不意に来るだろう、孤独な心がまるで独り言のようなラブレター書かせる夜には俺の妙な手紙思い出してくれという歌詞があって、これがなんか自分に言われてるような、感じがあるんですね。これまでいろんな楽曲をラブソング書いてきた浜田省吾さんがね、で君もね聞いてる君もいつかはそういった音楽とか、言葉で誰かに愛してると伝えたくなるだろうね、自分がすごくひどく落ち込んでいるときに現れた人に対して書きたくなるだろう、そんな時は俺の妙な、ここでは俺の妙な手紙を思い出してくれとありますけども、今まで、書いてきた俺の作品音楽のラブソング聞いてみてくれと、まあこんなことをね、まあミュージシャンではある僕にも言われてる気がして、非常になんかこの楽曲はすごくこう不意に、なんか自分の中でこう腑に落ちる部分というか、自分の中で納得して聞いてる部分ではありますけどもね。で続いて、ハッピーバースデーソングでございます。前回ね僕が誕生日の時に動画出しましたけどね、ハッピーバースデーソングね、これも本当に命の大切さを歌ってるわけですよね。パパとママにありがとうということで、命の奇跡とかね、そんなこと歌ってる。誕生日だからこそ改めてこの生まれたことの奇跡であったりとか、今まで出会ってきた人とかに感謝しなきゃいけない、そして何よりも父親と母親に感謝しなきゃいけない。僕が生まれた時にパパはママにありがとうって、キスしたんだ、それだけ君は大切に生まれてきたんだと、まあ、そんなことがですね、歌われてるのかなと思いますので、ぜひ動画の方も見ていただければと思います。ハッピーバースデーソングについて語った動画があるんでね。はい、続いて夢の続きでございます。これもねドリームキャッチャーというアルバムに入ってるんですけども、先行アルバムにね、まあ、アゲイン28年目の甲子園という、映画に起用されてわけでございます。浜田省吾さんとしては、まあね、すごくこの映画の曲を書くってなかなか珍しいことなんですけども、家族愛ですよね。君が投げ返してくるボール毎日速くなって、今では俺よりも背が高くてなんだか眩しいっていう、このお父さん目線の、楽曲ですよね。
君が鏡に向かい口紅引いてる姿、母さんの若い頃に似てきてなんだか眩しいね。なんかすごい悲しい、泣けてくる楽曲ですよね。お父さん目線で自分の息子娘について歌ってる楽曲で、やっぱりこのね、まあ、I am father なんかもそうですけどもね、なんか浜田省吾さんの作品っていつになっても楽しめるなって思うんですよ。僕自身もまだこう23歳で、この23歳だからこそこの初期のアルバムが響いてきたりとか、浜田省吾さんのこうなんか、ね、試行錯誤している、そして、怖いもの知らずで戦っている、まあそんなティーンエイジャーの音楽っていうものが僕には今染みるし、やっぱりこの僕がねこれから10年20年成長していった中で、I am father とかね、夢の続きとか、その楽曲が、身近になってくる時が必ず来るわけじゃないですか。だからそういう意味でこうやっぱりね、世代を問わず自分のなんかもうパートナーとして、自分のなんか音楽パートナーとして浜田省吾さんと一緒に年を取ってるっていうかね、その自分の年齢に合わせて聴く曲があるっていう、このなんかありがたみをね感じるわけでございますけどもね。で、夜はこれからでございますけども、これもまたすんごい楽曲なんですね。バキバキのディスコサウンドでございますけどもね、これも本当に新しい音楽性というものに特化してるのかなと思います。まあ、EDM とかですかね、やっぱ最近のこう流行りのね、歌というか、流行りのこう音質、音楽というものを非常にこうね、純粋に取り入れてる、曲に活かしてるのかなと思いますけどもね、あの MV なんかもね、DJ が似合いますよね。DJ、ミュージックビデオのね、あの DJ が非常に似合うんですね。なんかその辺の若い DJ の何倍もかっこいいんじゃないかっていうぐらいですね。かっこいいんですけどね、ダンスミュージックでございます。で、こう、なんかね、あの歌の歌声がちょっとこの、ケロケロボイスというかね、あのなんかこうエフェクターかけたケロケロボイスの浜田省吾さんと、それをワンオクターブ高いコーラスを女性がですね、女性の方がねこう歌うんです。で、このシンクロがまさに、見事なんですね。シンクロがかっこいいんですね。女性の声と浜省の低い声でこうシンクロしてるって、これがまたかっこいい音楽性なのかなと思います。はい、続いて恋する気分でございますけどもね、ストレートなラブソングですね、これもね、なんか恋は魔法さみたいなね、そんな楽曲になっておりますけど、この楽曲もなんか、なんだろう、こうちょっとこのアルバムの中では珍しい本当にポップ、純粋に君のことが好きだよっていう、なんか、割とストレートのメッセージっていうものがこう込められてる楽曲なのかなと思いますけどもね、それこそなんだろう、こう初期の浜省のね、なんかこうティーンエイジャー感っていうのがちょっとここで残ってんのかなと思ったりとかしますけどもね。続いて永遠のワルツでございます。まあこれもね非常にね好きですね。まあもう全部好きって言ってるんですけどね、まあ美しいこうなんだろう、イントロですよね。クラシック音楽みたいな感じで始まるんですよ。なんかこうフルートみたいなこうね、管楽器みたいなのとこうね、こうアコースティックの融合というものが、非常にいいんですよね。こうシンプルなんだけど、こう壮大な世界観というものが頭の中で描けてしまうという楽曲になっていてですね、なんだろう、こうイタリアのこう街並みをね、眺めながらテラス席でコーヒー飲みながら聴きたいみたいなね、そんな楽曲なんですけれどもね、これもすごいですよね。なんか僕この楽曲もあのテネシーワルツって、あのパティページさんのね、あのテネシー州の州歌になってるあのテネシーワルツってあるんですけどね、あんなの思い出したりとかしましたね。本当にいい曲でございます。あのライブ DVD のオープニングとか、ライブのオープニングなんかでもこの永遠のワルツのイントロっていうものがかかっていてですね、でそれが非常になんかあのこれから始まるんだという感じをねさせてくれるわけでございます。でもね、どんどん喋っていきますけども、長いですね、ごめんなさいね。ということで続いてアジアの風、青空、祈りパート1と、パート2青空、パート3祈りでございますけどもね、これもうぶっ通していきます。まあこれもすごいんですね。まあこれちょっとね、まあ別の動画でもですね、またこれ語ろうかなと思ってるんですよ。この3曲について語るとかなり時間が食ってしまうんでね、まあちょっとさらっとおさらいするんですけど、まあ3曲あるんですね。実際にこの3部作になっていて、一つの組曲みたいになってるんですね、この楽曲たちっていうのは。非常にこのメッセージ性が強いです。このパート1のですね、風ではですね、まあ戦争とか反戦であったりとか、まあそんな、メッセージがあるんですね。兵士をどこにいるのみたいなね、まあその孤独の中でこう戦ってきたその昔の戦争とか、そういった人たちのことをこう思ってる楽曲なのかなと思ってですね。そしてやっぱり主軸になってくるのがパート2青空だと思いますけどもね、この楽曲も非常にねいいんですよ。ロックサウンドでですね、一番最初のね風はですね、なんというかこうちょっとこう暗い雰囲気でどんよりとしたちょっと暗いバラードから始まるんですよ。そしてこのパート2青空でいきなりこうロックになっていくという感じでございます。でね、この楽曲はね本当にね、この青空はね
あの、なんだろう、怒りであったりとか、そんなことがね、こう感じ取れるんですよね。浜田省吾さんの怒りとかね、そんなものがこう歌として出てるんですね。前回のこうライブ配信でですね、違うかーのところ話題になりましたけどもね、この違うかーってこう叫んでる浜田省吾さんのこの怒りというものが非常に見えてくる。こう今までやっぱり浜田省吾さんって反格とかアルバムを通してね、プロミスドランドとかそうですけども、反格とかそういうことをですね、訴えてきたわけですよ。で、いろんなね、なんかこう社会的にこれはダメだろうとか、生きる意味の中でこれは人間としての価値観からずれてるだろうということをね、訴え続けてきた浜田省吾さんがいるんです。で、この楽曲っていうのはそんな訴え続けた浜田省吾さんがもう最後の最後にもう訴え続けてきて、最後の最後にもう力を振り絞ってふざけるなということを言った、もう社会に対するメッセージソングの最高傑作だと思うんですね。パート2、青空のですね、歌詞がですね、透き通る真夏の青空を切り裂いた白い光、黒い雨っていう歌詞があって、この白い光黒い雨っていうのは、まさにその広島の原爆のことを歌ってるのかなと思いましてですね、まあ黒い雨って、あの井伏正二さんの小説にもありますけれども、まあ、黒い雨ってそういうなんか原爆のことを歌っている。そして、早春の午後押し寄せる高波に砕けた未来という歌詞、これは東日本大震災のことを言っているのかなと思いますけどもね、まあそういったですね、こうなんか、この楽曲っていうのはそういったこのね、日本の中で、まあ世界の中で起きているこの問題、核のことであったりとか、原発のことであったりとか、津波地震のことであったりとか、だからまあそれこそ今コロナのこととかもまあ通じてくる部分ってあると思うんです。そういう社会問題というものをですね、文学的にいろんな表現をして、ここでふざけるなというこの怒りをあらわにしているというのが非常に魅力なんですよね。銀色のリンゴが枝から落ちて少年の手の中、静かに少女と分け合い未知の世界へと旅立つという歌詞があるんですけどもね、この銀色のリンゴも何かというとですね、やっぱりこれも原爆通とか、核兵器、まあそんなことを言ってると思うんですね。まあそういった意味でいろんな解釈が取れる。まあまたこれはね、ちょっと他の動画で詳しく喋ろうかなと思いますけどもね。そしてパート3が祈りでございますけどもね、この祈りも非常にいいんですよね。この祈りのね、歌詞の部分もそうなんですけど、歌詞が終わって構想ですよね。後ろでこうメロディーが後でこのなんか 1、2分流れてくるんですけども、そのメロディーっていうの、美しさっていうのも非常に魅力なんで、ぜひ聞いてみてください。続いて最後でございます。もう長いね、あれでございますけども、誓いでございますけどもね、これも非常にこうかっこいい楽曲、そしてメッセージ色が強い、歌詞としてはですね、飲もうグラスに無邪気な思い出満たして、飛行ギターに敬う心を託して、そして再会の時を今ここに誓うということを言っていてですね、今まで、ね、その男性が兵士として戦ってきた、そして、戦争によって死んでしまった、その男を称えて今日は飲もう、そして戦いの、祝福をあげよう、そしてギターに敬う心を託して飛行ということで、なんか兵士同士が、自分たちの絆というものを深め合って、そしてこのね、戦争というものをふざけるなという、この自分の中でのこの社会に対するこのなんか憎悪みたいなものがですね、民衆のこの口を代弁して怒りとなってあらわにしている、まあ、そんな楽曲なのかなと思いますけどもね。好きな歌詞がですね、最後まで案じてたこの国の行方、愚かさの果てにある悲劇を見据え、残した、志は世代が引き継ぐという、ね、これもなんかこう昔の兵士たちが俺たちのこの、兵士として戦ってきたこの信念であったり志っていうのは次の世代の人に任せようじゃないかという、まあその昔の兵士のたちのなんかこう集会でですね、歌ってる、まあそういったところが、この楽曲には、響いてきてるのかなと思います。まあ、本当にすごいですよね。こういうなんだろう、こう昔の兵隊さんが、自分たちの志を次の世代に託そうと覚悟を決めて戦っているというところをですね、歌にしてしまうという浜田省吾さんの素晴らしさということで、本当にこれも楽曲もすごいなと思います。はい、ということで、長い間、語ってきましたけども、まあ本当にね、一曲一曲もっとこう細かくね、深く入り込んでいこうと思うんですけども、なかなかこれも大変だと思うんでね、ぜひまたこの曲についてもっと深く知りたいですということがあれば、コメントとかでいただければ、その曲についてじっくりこう自分なりに考察したものを発表したいなと思うんでね、あれでございますけどもね。はい、ということで今回長い間、本当に皆さんありがとうございます。ねえ、こんな長い間ありがとうございます。で、これまでね、長い間浜田省吾さんのアルバム誌を見てくださった方、長い間ですね、こうね、浜田省吾さんのファンの方もそうですし、初めて聞くよっていう方もそうですけれども、このアルバム誌を通して、いろんなこうね、コメントくださった方、本当にありがとうございました。まあ、これからもね、これで終わりではなくて、これからもどんどん浜田省吾さんの魅力というものをたっぷりですね、この動画では、このチャンネルでは伝えていこうと思っておりますけども、ひとまず、ここで浜田省吾さんのアルバム誌終了になりますということで、
次のアルバム期待してますんで、浜田省吾さん、ね、ぜひ、浜田省吾さんに届いてほしいなと思います。浜田省吾さん、次のアルバム楽しみにしてます。ね、この、今までの僕のこの解釈、もし、気に食わなければ、言ってくださいということでね、まあ、本当に僕なりの本当に見解で喋った部分がこのアルバム誌の中では多かったんで、皆さんとは、まあ、ちょっとずれてるよって思うところもあると思うんですけども、まあ、でもそれでもやっぱ共感してくれる方も何人かいてね、本当に嬉しいなと思います。ということで、長い間すいません。以上になります。ありがとうございました。